将棋の藤井聡太竜王名人のファンの方なら誰でも知りたいと思う内容を作成しました。永瀬拓矢王座に藤井聡太七冠が挑む第71期将棋王座戦五番勝負の第3局が27日、名古屋市の名古屋マリオットアソシアホテルで指され、藤井七冠が永瀬王座を破った。対戦成績は藤井七冠の2勝1敗となり、八冠制覇まであと1勝となった。永瀬王座は永世称号の名誉王座、藤井七冠は前人未到の八冠独占がかかる五番勝負、勝った方が先に大記録へ王手をかける第3局を日経電子版ではタイムライン形式でまとめた。この内容です。最後までご覧ください。8時41分、和服姿の永瀬王座が先に入室した。腕時計、マスクを外し上座で待つ。8時43分、まもなく藤井七冠も入室した。デジタル時計やハンカチなどを傍らに置き対局の準備をする。まもなく両者一礼して駒が並べられた。両者集中した様子で対局開始を待つ。この日の先手番は藤井七冠だ。午前9時、立ち会い人の谷川浩二十七世名人が対局開始の合図を告げると、両者深々と一礼。先手番の藤井七冠がお茶を一口飲み、ハンカチで手を拭いてから初手で飛車先の歩をついた。永瀬王座がすぐに2手目を指した。午前10時頃、第1、2局は流行の角換わりという戦型だったが、本局は後手番の永瀬王座が雁木という戦型を採用した。立ち会い人の谷川十七世名人は、作戦家の永瀬さんが全局最新型でいくのか、あるいは1局このような変化した形を取るかなと注目していましたと話す。対局開始前は永瀬さんが20分ほど前、藤井さんが15分ほど前に入室し、駒が並べられて開始まで10分ほどありました。自然と場の緊張感が高まりましたと振り返る。午前10時半頃、藤井七冠が3筋の歩をぶつけて仕掛けた。永瀬王座は想定通りのようで、指し手が早い。新聞解説の北浜健介八段は、端の位を取って雁木にしたというのが永瀬王座の用意。藤井七冠は意表を突かれた面もあるので慎重に時間を使っていると話す。控え室では棋士たちが午後からの大盤解説会用の色紙に記号している。谷川十七世名人は、しはり頬これ道場という言葉を、北浜八段は自作の詰将棋の図面を書いた。午後0時10分、藤井七冠の手番で昼食休憩に入った。永瀬王座は三河一色さんうなぎのひつまぶし、午前にアイスコーヒー、オレンジジュースを。藤井七冠は愛知牛のハヤシライス、名古屋コーチンの卵のオムレツのせアイスティーを注文した。局面は序盤の駒組み段階。午後からの大盤解説会に登壇する久保利明九段は、後手番の作戦としてはまずまずだと思いますと話す。午後1時、永瀬王座が先に対局室に戻り、再開数分前に藤井七冠も戻ってきた。昼食休憩に入る前、藤井さんが少しうなだれているように見えましたと谷川十七世名人。永瀬王座の作戦への対応に苦労しているのかもしれない。晩速では日本経済新聞に後日エッセイを寄稿する将棋 AI 人工知能コナンザの開発者である山本一成氏が感染している。午後1時50分頃、控え室に藤井七冠の師匠で地元名古屋在住の杉本昌隆八段が来訪した。両対局者は名古屋市の杉本八段の研究室で練習将棋を長年指してきた。第1、第2局とも長手数でしたが、普段から2人の対局は長いですよ。終わるとすぐに2人がトイレに立つこともあります、と話す。これまでの2局は、永瀬さんが切り合いを避けて長手数に持ち込んでいる印象がある。1局1局も長いですが、今シリーズがフルセットになっても全く驚かない。というほど接戦が続いているという。これまでに藤井七冠のタイトル戦がフルセットにもつれ込んだのは一度だけで、
先にカド番に追い込まれたこともない。午後2時、名古屋マリオットアソシアホテルの会場で大盤解説会が始まった。解説はタイトル獲得7期の久保利明九段、聞き手は杉本八段門下で藤井七冠の妹弟子にあたる中澤さや女流二段が務める。まだ本格的な戦いが起こる前なので、冒頭では両対局者の人柄について話していた。永瀬王座とは帰りのタクシーが一緒になったことがあって、関東の若手の情報とかいろいろ教えてくれましたよ、と久保九段。中澤女流二段は、藤井七冠は趣味の鉄道と将棋の話を始めると止まらないです、と紹介した。午後3時頃、永瀬王座の端歩を突いた仕掛けに対して藤井七冠が長考している。午後3時になり、対局者におやつが用意された。永瀬王座はアイスティーオレンジジュースを注文。おやつに注文していたフルーツ盛り合わせは昼食休憩時に運ばれたようだ。藤井七冠はガトーポムとアイスコーヒーオレンジジュースを注文。控え室には杉本八段門下で藤井七冠の兄弟子にあたる斉藤雄英四段と宮島健太 C 四段が来訪して局面を検討している。宮島 C 四段は10月1日付で四段としてプロ棋士となる。午後4時半から日経ライブで解説する広瀬章人八段と新聞解説の北浜八段が電話で本局のこれまでの進行について検討した。図のように早めに突いた端歩も生きていて、後手番の永瀬王座のプラン通り、序盤で藤井七冠の形次第では永瀬さんが振り飛車をする可能性もあったと話す。二人とも永瀬王座が序盤でうまく立ち回り主導権を握っているとの見解だ。王座挑戦が決まるまで両対局者は練習将棋を指していたとのことで、北浜八段は普通はしないですよねと広瀬八段も言っていましたが、やはりそうですよね。でもシリーズだけではなく将来を考えてやっていると思うと感心しますね。第1、2局はいずれも長手数だったが、本局は短期決戦になりやすい展開です、という見方で一致し、最後に北浜八段が、勉強になりました、と締めくくった。北浜八段、広瀬八段とも早稲田大学出身で普段から交流があり、話が弾んだ。午後4時半頃、後手番の永瀬王座が好調に攻めている。大盤解説会に登壇した杉本八段は、私は後手永瀬王座持ちですね、藤井七冠は辛抱の時です、と解説。本局に勝利した方がシリーズ制覇に王手をかけるが、私たち棋士はあまり王手という表現を使わないですよね、詰めろとでも言いますか、と話し会場を盛り上げた。詰めろは将棋用語で次に相手玉を詰ませる状態のことを指す。午後5時、夕食休憩。永瀬王座はマリオットバーガーセットとアイスティーオレンジジュース、藤井七冠は名古屋コーチン入りきしめ柚子風にとアイスティーを注文した。対局は午後5時半に再開される。午後5時半、対局が再開された。永瀬王座が先に対局室に戻り、藤井七冠も再開5分前に戻ってきた。将棋 AI の評価値は若干後手有利を示している。永瀬王座が攻め、藤井七冠が反撃の機会を伺う展開になっている。午後6時半頃、藤井七冠が約1時間の長考の末、相手の飛車筋を抑える決断の一手を指した。藤井七冠はうつむいて考える回数が増えた。永瀬王座からも、いや、という声が聞こえる。難解な局面が続いているようだ。控え室の検討では若干永瀬王座が有利、将棋 AI も永瀬有利の評価値を示す。午後7時頃、藤井七冠が反撃の一手を指した。藤井七冠は残り時間が30分を切った。永瀬王座は約50分残している。立ち会い人の谷川17世名人は図の4、5、義勇を牽制して1手前に6、4、人寄ったのですが、
それでも藤井七冠は寄せ合いに勝機を見出して銀を出た。永瀬王座は4・5・同銀か5・7・香車成か3・7・歩か、いずれにせよ詰みの近くまで読み切らないといけない局面なので、ここは考えると思いますと解説する。午後7時20分頃、大盤解説会では斉藤四段、魔石鑑定四段、宮島新四段が登壇した。東海地方出身の3人は3期連続で奨励会三段リーグを突破し昇段を決めた。大盤では最終盤の詰みの局面まで進められ、満員の観客も聞き入っていた。午後8時頃、永瀬王座が寄せに出た。将棋 AI では最善手として示されていたが、控え室では人間的には指しにくいと言われていた一手で、おお、とどよめきが起こる。正確な寄せで藤井七冠は苦境に立たされたようだ。午後8時20分頃、藤井七冠の王手に対して永瀬王座が合駒した手で、将棋 AI の評価値は一転、藤井七冠に触れた。控え室では、と驚きの声が上がる。杉本八段は、これはうっかりかもしれませんね、と話す。永瀬王座は一分将棋、対して藤井七冠は5分残している。午後8時32分、藤井七冠が一瞬の隙をついて逆転勝利を収めた。これで対戦成績は藤井七冠の2勝1敗、前人未到の八冠制覇に王手をかけた。終局後、八冠制覇について聞かれた藤井七冠は、意識せずに臨みたいと淡々と答えた。午後9時頃、終局後、両対局者が現地の大盤解説会場に姿を見せると、観客から大きな拍手で迎えられた。藤井七冠は、結果は幸いしたが、内容は序盤から押されて苦しい将棋だった。何より内容を良くしたい、永瀬王座は、次局まで時間はあるので、精一杯準備して臨みたい、と述べた。藤井七冠にとって八冠制覇がかかる第4局は10月11日、京都市のウェスティン都ホテル京都で指される。午後9時過ぎ、感想戦では、藤井竜王名人が、次局の詰みを永瀬王座に示し、永瀬王座は、読み切れていなかった。3、9、飛車打ちの手を指摘されて、そうですかと聞いていた。藤井竜王名人の終盤力が、逆転勝利をもたらしましたね。最後にお願いがあります。2023年には、藤井竜王名人が8冠を達成すると思う方に、また、一般棋戦4つを再びグランドスラム、さらに非公式戦でも勝利してほしいと思う方に、今後も藤井聡太竜王に関する情報をお伝えするためにも、最後まで見て、忘れずにチャンネル登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。